お待たせしました。サンフレッチェ広島でございます。千田でございます。岡島様、お世話になります。はい、チェアありがとうございます。はい。あ、参入決定ですか。ありがとうございます。皆さん、ウィーリーグの、正式に、決まったということで、今、岡島チェアから直接お電話がありました。新しい事業、しっかり、茨の道も待っていますが、しっかり奮闘していきましょう。よろしくお願いします。英知を結集し、総力を合わせてですね、この女子サッカーの盛り上げ、プロの盛り上げ、そして強いチーム作りに邁進していく、そういうまあ気持ちでいっぱいですね。広島で女子サッカーに絶対手を挙げたかった大きな理由があるんです。それは私の個人的な体験でもあるんですけど、5年前の被爆70年の時にですね、アフガニスタンとアンジュビオレさんが親善試合やってるんですよ。これ14対0という、そのアンジュビオレさんが圧倒的な勝ちを収めたんですけれども、実はアフガニスタンで女子がサッカーをやるということは文字通り命がけのことなんです。それを乗り越えて広島に来て、広島でひたむきで懸命に走るサッカーができて、なおかつ彼女たちが笑顔満載だった、これこそが平和だと、これこそが広島のサッカーだというふうに思いました。ですから今回もアンジュビオレさんから我々に女子サッカーのプロ化に手を挙げてほしいという話が来た時に、これはやっぱり随分悩みましたよ、随分悩みましたけど、久保会長にご相談して受けましょうと、やりましょうという話になったということですね。頑張ります。ジャーナリストの皆さん方、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。日頃よりサンフレッチェ広島の報道に対しまして格別のご厚意を賜り、心より御礼申し上げます。本日12時過ぎ、ウィーリーグの岡島チェアよりサンフレッチェ広島が正式にですね、ウィーリーグに承認されたという電話をいただきました。2021年9月より開幕予定のウィーリーグにスタートから参加できるということは非常に嬉しいことであり、心より力を入れていきたいなというふうに感じております。ウィーリーグは女子サッカースポーツを通じて夢や生き方の多様性に触れ、一人一人が輝く社会の実現発展に貢献する理念を掲げており、我々も大変共感するところであります。ウィーリーグは誕生により、これまでなかった女子サッカー選手という職業がまた新たに確立されます。子どもたちの夢の選択肢が広がり、生き方に多様性が生まれることは、これは本当に素晴らしいことであるというふうに思っております。我々も最高峰の女子サッカープロリーグウィーリーグ誕生とともに歩んでいけることを誇りに持ち、いろいろな活動を通じて女性がさらに輝く場を創設し、女性の元気を広島の元気としてを合言葉に競技に励んでいく姿をお見せすることで、地域の皆様方に勇気を与えられる存在になることを目指しております。チームに関しましては、他の参入クラブがベースとなる女子チームをすでに持っている状況に対し、当クラブは選手も監督もコーチも今からとゼロからのスタートになります。しかしながらフロントスタッフには女子サッカーで大学日本一を経験した社員や他にも数名女子サッカーが経験者がサンフレッチェを所属しております。さらに男子チームで確立したノウハウもありますので、それらをフルに活用して日本最高峰のリーグで戦えるチーム作りをしてまいりたいというふうに思っております。男子チームとともにより一層広島の街を盛り上げていけるよう、フロントスタッフも全力を尽くしてまいります。
当社の力だけではなく、地元の皆様とともに地域に根ざしたチームの運営を行ってまいりますので、ぜひよろしくお願いをしたいというふうに思います。報道関係者の皆様におかれましても、引き続きサンフレッチョ広島の報道にご協力を賜ればというふうに願っております。今日はどうもありがとうございました。